はい、アンホノカです。前回は重力は多次元であることをやりました。現代科学が解明できていない重力は量子紐理論を使うと説明が可能です。量子紐理論、この宇宙は全て量子紐で構成されます。その量子紐は2本で一対となります。2本で1組なんです。この1組の量子紐は絡まりますと重力が発生します。